どうも、相変わらずの一人でございます。スーパードンキーコング2をね、今回やっていきたいと思います。今回はですね、番外編としてですね、一応なんかその今まで多分本編見ていただいた方はわかると思うんですが、一応なんかロストワールドっていうものがあるらしくて、そこはなんかそのクレームコインっていうんですか、コインを15個集めたらいけるらしいんですけど、それをねちょっと見ていきたいと思います。それぞれ各面だったかなにそのロストワールドっていうのか分かんなく、なんかそんな感じのやつがあるんですよ。でそこに入っていこうかなと思います。完全初見なんで、これまあ3分とかで終わる動画になるかもしれないんですけど、まあどういう感じなんかちょっとよくわからないんで、各面にあってどこの面でもいいのかな、ちょっとそこの各面によって内容が違うのかもう全然わかんないような状況なんで、まあ、とりあえずね入ってみたいと思います。このバットクルールとりあえず行ってみて、そのクレームコインを15個集めたら入れるみたいな感じで、15個私ちょうど持ってるんで、それで入りたいなと思います。あ、ちょっとここなかったっすね。2面からかな、2面から多分あって、そこのまあとりあえず行ってみてどんな感じかね。あ、ここクラッパーの、見張り小屋ですね。ここで確か15コイン渡すことで、まあ、これなんか全部どこのステージでも15コインということで、これシェアだったらどこでも行けんのかな、ちょっと分かんないけど、ちょっとやってみましょう。クラッパーにさ、この飛び込みたまに見えるだろう、輝ける、ちょっと読めなかった、全然読めなかった。え、ステージあんの普通に。待って、ステージあんのどういう感じ、え、それぞれのステージである感じなの。ちょっと待って、難しいのだったらやだよ。え、クランキーのフォフォーク、よくここを見つけられたのでラッキーだったとしても、まあここまで来たんじゃから何も教えてやらんわけにはいかんの。何これ、何なのだから。ちょっと先行って、え、ここはクレームのロストワールドなの。じゃあもしこのゲームかっこよく終わらせたいと思って おるのなら真ん中にあるワニの頭へ向かうんじゃ、裏面みたいな感じってことか、要は。めっちゃ長くなる、そう、んじゃが、それには2つ条件があっての、まずキャプテンクルールを倒すこと、それとボーナスステージを全て終わらせねばならない。あ、そういうことなんだ、そういうことなんだ。じゃあこれ全部まあできるかできんかはわからんがトライしてみ、ちゅうことでまあなんじゃな、このワールドのヒントとりあえず教えといてやろう。どれ、わしの知恵をほんのちょっと分けてやろう。いや、全部見れねえわ。いや、全部あんの、こんないっぱいあんの。1234566、マジかよ、裏面結構あんだね。まあ、じゃあちょっとまあやってみますよ、これとりあえず。いやー、でもこれあれか、ちょっとも戻れるのか。あ、クロコドロームに戻ることできんけど、セーブはできんだね。え、これそれぞれの面で違うの、もしかして。え、これどこでもいいのかな、他の面ちょっと行ってみますか。じゃあ他の面からでもいけんのかな、他の面のとことはちょっと違うんすかね。ちょっと行ってみますか一回。今まであのスーパードンキーコング1の時って全く意味なかったんですよ、そのなんだろう、その何、あの集めてもボーナスステージ全部開けても何もなかったですよ。さすがにそれやっぱ批判来たのかな。くらこっちも見張り小屋入ってみましょう。こっちも一緒なのかな、大きなお世話の大体お前は体力でかす。あ、ここでもクラッパに、あ、それぞれのステージで違うんだ。あ、やっぱ意味あるんだ、ちゃんとそれぞれのステージで、ちゃんとあるんですね、別々なんですね。じゃあちゃんと戻ってあそこの面のやつやっちゃいましょう。それ2面だね、2面の。いや、ここどうなんだろう、めっちゃ難しかったらやだな。いや、とりあえず行ってみましょうか。タイヤジャングル、タイヤジャングル普通の面なんかな、ボスとかではないの。いや、普通の面かよ、絶対きついじゃんこれ。あ、でもこれ一応1面ぐらいの難しさなんかな、一応。だってここあ2面か、2面で来れるってこと。あ、これ食らわないんだ別に。いや、全然違うステージじゃん全然違うステージじゃん。てかでもやっぱ裏面めっちゃあっていいっすね。だってあの結局そのボーナスステージとかも意味あるわけですからね、今まで全然意味なかったわけですから、そう考えたらめちゃくちゃいいのかもしんないですね。しかもこれ、え、マジ、いや、マジか、死んじゃった。でもいいね、めちゃくちゃいいっすね、この要素、裏面あるなんて。本編クリアしてもまだ裏面があるなんて。ここむずくね、え、ここ、え、いいのかな、ちょっとよくわかんない、どこが食らう場所かが。え、食らうの、挟まって死ぬの、こうかな。あ、ダメか、これダメだね。あー、ダメだ、ここ食らっちゃうな。あぶねえ、こいつやっぱ敵が強いんだ、敵若干強い敵が。あー、マジか、普通にミスってるし。こう言ってバカバカ、いやー、マジかそりゃひでえわ、ゲームオーバーになったし、普通にゲームオーバーになったし、普通になったわ。オッケー、あぶねえ、ここで行っていいよ、いいよ、オッケーオッケー、ナイス。ここゆっくり行こう、ちゃんと丁寧に丁寧に行きましょう。丁寧に行って、早速どんどん先に。いや、ここ難しいな、めっちゃ。いやー、むずい、ここは1個
味方いないときつくないか、やっぱ難しい目なんかな。ちょっとでもロストワールドだもん、ここで15コインあって普通に入れると思うんだよね、一面の時点で。マジか、死ぬんかそれ。マジでマジか、また死んだ同じとこで。危ない危ない、マジかよ、食らうんかよそれ。そんなクリアし、マジか、死んだわ。もうすでに2回自滅してるっていう。もうここ行って、マジかよ、今やったじゃん、最悪。マジかよ、行ってないとこ来たか。あ、行って、まだ行ってるか。ここはここか、行ってないところ。オッケー、いいよ、オッケー、うまいうまい。丁寧に行こう、丁寧に丁寧に行きましょう、ちゃんとね。結局これが丁寧にゆっくり行くことってのが結局死なないことに繋がってますからね。やっと半分行った、やぶないやぶない、やっぱ早く行きすぎんな、早く行きすぎんな、早く行きすぎんのが一番ダメ。オッケー、やばいやばいやばいよ、待って待って待って、無理じゃんこれ、待って待って、オッケーオッケーオッケー、ナイス、いけるぞこれ。マジか、むずい、これわかんないよ、食らう場所が、食らう場所がどこかわかんないパターンですよねこれ。でこれやっぱね、あーマジか、全然、あーあそこ落ちていくのか、全然わかんないわこれ。そう考えたら、で待って、むずい、これこれさっきたまたま行けただけが、ここのとこ難しいな、めちゃくちゃやばいやばいよ。オッケー、ジャンプジャンプ、いいよ、こっから危ねえ、危ない、オッケーよ、こっから右行って右行って上上行って、オッケーオッケー、ちゃんと丁寧に行けばね、丁寧に行けば行けるはず、普通に丁寧に行けさえすれば。危ない、丁寧に行けさえすれば、丁寧に行くことをね結局やめようとしちゃうんですね。あーマジか、ダメだな。でもこれタイミングいまいちわかんないからな、ほんと難しいですよね。いや最悪、マジかよマジかよ、またゲームオーバーになってる。ここでさえもうめちゃくちゃ何回もゲームオーバーになるっていうね。いや危ねえ、危ない、あー最悪、バカはもったいない、ここはちゃんと見ていかないとダメだな。あ最悪、マジか、やばい、ミスった、いや積む、あー無理だ。右行ってここ、いやーマジか、バカしてる、完全にバカしてる。オッケー、よっしゃよっしゃよっしゃ、クリアじゃない、そろ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 クリアじゃないか。怖いねこれ、いいよこう行って、危な、あーそこクリア、クリアだ、おっしゃクリア、よっしゃクリアした、やっとクリアしたよ、やっとクリアしましたね。あやっぱ一面で一つずつか、多分一面ごとに一つずつ、あそういうことっぽいっすね。次の面出てるわけじゃないですから、ここクリアしたら多分一つずつ、一つの面ごとに一つずつそのロストワールド、ロストワールドが出て、それで多分やっていくって感じですね。だから今回はこれで終了かな。またね別日にね他撮りたいと思います、続きやりたいと思いますんで、これ残りはまたやってきますんで、また続きやっていきます。まあ、とりあえずここはこれで終了で、はい、ということで別日になりました。ボーナスステージすべてね開けて、もう全部クレムコイン揃えてきましたので、もう入れる準備はね、全部できてますので、一つ一つ面をねやっていきたいと思います。では次のね面やっていきたいと思います。またクラッパーの見張り小屋入って、それでクラッパーに15クレムコイン払って、またね、次の面行きたいと思います。次の面はどこだ、あアイスドームタング、あこういう感じになってんだ。別にこのマップの中でいろいろあるんじゃなくて、あ毎回ここの同じ位置にあるわけね、アイスドームタンゴね。ナイス、これやっていきましょう。なんか一つのマップ上でずっとあるってわけじゃないんだ。ていうかこれ次の面の内容になってるのか、もしかして基本やっぱり。おしゃ、ワニがいて、普通の、確かこれってアイスのゾーンがあるとこって確か次の面だっていうの気がするんだけど、確かだから次の面用になってんのかな一応。まあでもアイスのとこあったっけな、ちょっと覚えてないけど、まあ若干、待って、むずい、やっぱむずいな、簡単ではないな。まあとはいえね、私もうめちゃくちゃやったんでね、クリアしたいですよ早速。私だって本編クリアした後にもう、同じステージもう5回、5、6回ぐらいやってますからね。というのもそのボーナスステージを開けるっていうのもありますし、あとなんだっけ、あと DK コインを取る、その隠し要素を取るためにやってますんで、また死んだよ、最悪だわと言いつつ死んでるっていうね。どこに あそこなんかあんのかな、いやーなんかある あそこ見たいね、行くでしょ、危ねえ、こっから敵いて、こいつ本当に厄介なんだよな。
やダメだ、タイミングちゃんといかないとやばい、もうゲームオーバーになるし。マジかい、ゲームオーバーかい、もう早すぎる。全然丁寧に行こう、丁寧に。怖い、ここ怖いね、めっちゃ。よっしゃ、行け、降りて、オッケー、こいつで行ってどっかになんか、いや出た、こいつ気を失うやつだ、怖っ。こいつは怖いってマジで。いやー最悪、マジか。いやきついな、ここの面。いやーマジか、半分行かないと。オッケー、ここ降りて、どこ行けばいいんだ、どこ行けばいいんだろうこれ。こっちで行くか、とりあえず。危ねえ、降りていいのかな。あ、セーブポイント来たね。こっから行きたいよ、ガンガン行きたいよ。オッケーオッケー、こいつちゃんと使ってこう。やばい、あーこいつ樽でちゃんと倒さないといけないんだ。どこだ、なんかいるかな。いやーこれ怖いね、めっちゃ怖いね。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、めっちゃ進んだね、今のだけでめっちゃ進んだわ。こっから行けんじゃないか、もうそろそろ、結構てか DK バレル来てほしい、そろそろ来ないとちょいきつ。あぶねー、待ってー、ちょっと待って、下、あ下さらに行くんだ。あ、でも G のとこあったからね、もうクリアできるね。オッケーオッケー、いやー最悪、またあいつに、やばい、こいつどこまで来んの。いやー最悪、もったいない、これはもったいねー、めっちゃもったいないぞ。オッケー、おしおした、いやー最悪、死んだ、あいつのせいで死んだ、あいつのせいで死んだ、もう完全に気を出すやつのせいで死んだわ、怖っ。いやーもう最悪、やばいやばい、もったいない、いや最悪、危ねえ、危ない危ない、ここからいいよ、おっしゃ行った、初めてのとこ、あー怖い怖い怖いぞ、おっしゃ行ったんじゃね、これゴールそろそろじゃん、おっしゃおっしゃおっしゃ、いいよいいよ、まあ結構自滅してるけど、まあ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 悪くはないですね。おっしゃ、これでまた第2ステージかな、ロストワールドの第2ステージクリアですね。これで次のステージに行きたいと思います。またこれちょっとあるんでね、ここはね、またちょっとセーブしてから行きましょう。あ、次のステージの、じゃあクラッパの見張り小屋ね、行きたいと思います。また次のステージですね。また15コイン払って行くって感じで、ミスっちゃったけども早速、でこれでまた、あちょっと、いやあれ位置が変わってる、あれさっきの、あれクロコジャングル、行ってないっけ、ここクロコジャングル行ってみましょうか。じゃああれ、ここなんか1個目と似てるな。あれロストワールドってでも関係ないんだ、あんまり別に、そのなんか種類みたいな、まあ今回の2ではあんまりそのステージのテーマみたいなのは なかったですから、そんなに言って、例えば雪の面とかだったら雪の面が結構多いとかあったんですけど、あんまり今回ないですからね。まあどういうことなんかちょっと分かんないけど、ちょっとこいつ多すぎだろ、どんだけこいつ多い。あーミスった、バカ、いやこういうのなくしてこう、こういうのこうでしょ、こうでしょ、ここ入った方がいいのかな。あーなんかあんだ、別にいらねえやこれは。違う違う、オッケー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 、こいつはいいよ、こいつはいらなくて、ただ持ってないとね怖いから。こっち、こっちから行かないといけないのかな、もしかして。こいつで変わって、あこう、あれ罪もしかして、なかったら、なかったら罪パターン、相方いなかったら罪パターンですかね、あれ。さすがにそれはないよな、さすがにそれだったらちょっと鬼畜だもんな、さすがに罪パターンはないと思うんだけど。あれ右に行けたのかな、ディディでも。出たこいつ、こいつ気を奪いやつ、出た出た出た、いや飛んじゃった飛んじゃった、適当に飛んじゃった、出たこいつ、本当にやだこいつは、本当にマジで。こいつ入れてみよっか、あ別になんもないか、オッケーオッケー、こいつ行って、あいいのかいいのか、びっくりした、いいよ、こう行って右行って、オッケー、あぶねえ、なんだ今のところ、今のと、いやここむずいな、マジか、そういう感じで行くのか、そういうキャラ限定のところがあるっていうね。おしゃしゃ、なかなかいいんじゃない、もうすでに半分行ったよ、半分行ったからすぐにクリアできんじゃないか、ここなかなか難しいけどね。いや出たこいつ、黒いやつ多すぎだろ、こいつマジで強いんすよ、こいつマジでクソ強いからな、マジで本当に尋常じゃなく強いんすよ。オッケーオッケー、あーやばい、ここにあれ乗って行かないといけないのか、あれきついな。でこうか、オッケーオッケー、いいよ、おっしゃおっしゃ、いや怖いねこれ。あこっちか、マジか、これ初見だと厳しくね。いいのかな、
マジか、これ無理じゃんだって。でさらにこいつのオッケー、やばいやばい、いいよ。あーダメか、もうちょっと斜めに向けないとダメなんか、あれ。いやー、せっかくあったの DK バレル、あ、もう死んじゃったよ。ゲームオーバーになった、もう難なく。やばい、こっちにいるのか。え、マジか、死ぬんかそれ。いや、マジかよ、最悪。ドッシュで、マジかよ。おい、ダメ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 、まあ最悪、もう早速死んだわ。もうマジで最悪、何回もこれゲームオーバーなんだよ。最悪、また死んだ、こいつマジでうぜえ。マジかよ。で、いやー、マジか。で、こいつは飛ばしといて、オッケー。ここも飛ばし、オッケーオッケー、ナイス。基本やっぱバナナに従っていけば良さそうっすね。オッケーオッケー。ここでさらに進んで、で、やばい、やばいよ。おっしゃ、こいつマジで怖いからな、マジで本当に怖い、シャレにならねえから。オッケー、いいよ、やばい、オッケーオッケー、あぶね、いいよ、こうでしょ、オッケー、あぶねえ、あぶね、うまい、うまい、うまいぞ、うまいぞ。これ一発で無理じゃないか、これ。なかなか初見でうまくやってる方ですよ、これは。オッケーオッケー、オッケー、やばい、やばいよ。いやー、最悪、ミスった。これ結構厳しいな、これ。いけるぞ、これ、いいよ。いやー、無理だ、これ下に降りないといけないんだ。マジか、これまた時間かかってるよ、それなりに。やばい、マジか、相手の方に向かっていくとあれだから。やばい、マジか、ひどい、マジか、やばい、やばい、やばい、最悪、こいつもめっちゃ最悪だわ、マジでよかった。こいつに全部やられたわ。オッケー、いいよ、早いよ、めっちゃ早いよ、これめっちゃ早いけど、いける、一発で行きたい。やばい、もったいない、ここでのミスは痛い、めっちゃ痛い。いやー、せっかく結構来たのに、ゼロ機まで行っちゃった、一気に。あいつのせいで、黒いやつのせいで、最悪だわ、黒いやつ。もうここから、あー、マジか、当たんのか、あれ、余裕を持って、マジか、当たんのか、あれ。こっから、やばい、あー、最悪、マジか、マジか、これ。おー、スタートボタン押しちゃったよ、癖で、つい。ここをちゃんと、やばい、もったいない、いいよ。待って、これむずい、結構ギリでやんないといけないのか。ここ結構ギリ、結構ギリ、結構ギリ、押した、いいんじゃない、いいんじゃない、これクリアじゃない、結構ギリでいって、あー、無理、もったいない、いや、ここで死にたくないぞ。やばい、バカ、最悪、これもうすげえ終わり、終わりな雰囲気だったね。多分あれ一個いけば多分終わりなの。しかも一気に今取られたし、取ったのに、いいよ。いや、マジかよ、マジかよ、最悪だわ、やばい、やばい、マジか、最悪、一気失ったわ、マジか、しかも、しかも死ぬっていうね。マジか、あれ出るの、だよ、ここ行きたいね。バカ、最悪、変なことしようとした、戻ろうとしちゃった、バカだね、こいつ来い、やばい、早く行け、オッケー、これ取っていきたい、おっしゃ、終わりか、いけるか、オッケー、おっしゃ、クリアした。なんか謎にあそこにバナナ1個あったけど、おっしゃ、クリアしたぞ。これで次のまた目行きましょう。じゃあ次、ダークレムのね、見張り小屋行きます。次のステージ、多分これあと2個かな、あと2個のステージだから頑張っていきましょう。あー、今度は次はここか、ボットドーム、大タイザー、タイザー、タイザーって書いてあった今。ここなんもないか、 なんかあり、やばいやばい、危ねえ、いきなり危なかった、めっちゃ。いや、こいつ結構速くなってんな、なんかスピードが。危ねえ、めっちゃ危ねえ。なにこれ、動くの、マジか、そういう感じのやつなんだ。うわ、すげえ面白い、ここに来て新しい要素、ここに来ての新しい予想はいかついわ、さすがに。ここに来ての新しい移動手段みたいな、それはいかついよ、マジで。控えめに言ってやばいわ。え、これや、あー、これいろんな方向に動けんだ、しかも。やば、これよくこれ考えたな。こう言っといて、こう行くでしょ、いや、マジか、これ。で、こう行くでしょ、マジか、これマジか、やばいよ。あ、これ終わるじゃん、すぐ。オッケーオッケー、ちゃんと行かないと。こっから降りて、おっしゃ、いいよ。
こいつちゃんとやり過ごして OK。 いけるいけるいける、なかなかいいんじゃない、いいんじゃないか。これやばい、2秒だ、2秒で OK、 いいよ、2秒、あ、もうすぐ死ぬ、やばい、タイミング良くない、やばい、ここか、やー、マジかー、あそこすぐそばに落ちるんだこれ。おしおし、いけるぞ、マジか、最悪、ここで死ぬのはきつい。いやでもどっちにしろダメだったからね今。まあでもここあんますげえ食らう面ってわけでもなさそうですからね。いやマジかー、ここ上まで行っといて、いいよ、おっしゃ、半分まで行った、半分まで行った、オッケー、こいつハケハケ、え、何もやんないの、こいつ何もやんないパターン、こいつあんま何もやんないことないんですけどね。オッケーオッケー、いけるぞいけるぞ、オッケー、コインもついでに取っていく、こいつ倒していく、待って待って待って、マジか、それはきつい、やばいよ、オッケーオッケー、怖え、どこ行けばいいんだ、わかんねえ、全然わかんねえ、行く場所が、こう下降りてくんなよ、降りてきたらもう終わりだよ、マジか、こいつ厳しいな、マジ、いやマジか、こいつ厳しい、こっから行って、あいつすぐなんか、あ、あーまあマジかで、いやーマジか、こいつ強い、マジでよかった、ここにあってよかった、マジかー、これ落ちるんかい、行きたいね、マジ、あれ落ちてんのかよ、あれ最悪だ、またやり直しだわ、ひどい、ここ、いやマジかよ、当たんのかよ、あれ、こいつ結構奥に行ってから、いいよ、オッケー、危ねえ、危ねえ、またこいつ出たよ、こいつマジできついんだよな、本当にこいつ結構避けてから踏む、オッケー、こいつちゃん対処しとかないとね、後々結構厳しいんですよあいつは、やばい、ミスった、今のかなりロスだぞ、かなりのロス、あーマジか、左側行くの、あれ左側って書いてあったのか見えなかった今、やばいやばい、はい、早めに早めに早めに行け、頼む、早めに行かしてくれ、1、危ねえ、こうでしょ、やばい、ここ待って、ちゃんと待って、ちゃんと待って待って、危ねえ、ギリ行った、ここなんか来んのかな、いやここあれか、オッケー、危な、やばい、これ怖いね、めっちゃ怖いね、こいつ倒しときたい、オッケー、いいよ、こうでしょ、やめてくれマジで、やばい、オッケーオッケー、いいんじゃね、いいよ、こいつもしかして倒していかないとダメ、倒していっちゃったらダメか、やばい、こいつ本当に強い、こいつちゃんと倒して、めんどくさいけど倒しといて、あー最悪、マジかよ、最後の最後で死んだわ、いやー最悪、もったいねー、やばい、マジかー、いやーマジかー、むずい、そっちにやられんのはきついって、マジそれはきついって、いやーやり直しきついな、ここマジかー、いやー最悪、いやーマジかー、マジかー、やばい、マジかー、いやー最悪、バカだなマジで、いやーまた死んだ、いやめちゃくちゃ死んでる、死にすぎてる、やばいよ、マジかよ、いやこれ、いやーダメか、マジかー、いいでしょこういうのだけは、マジでマジかー、それはない、オッケー、あーマジかー、これ、え、待って待ってって、マジかー、もったいねー、最悪、それはないマジで、いやせっかくゴール付近まで行ってんのに、もう何回か、やばいバカ、あこれでいけんのいやーやばい、怖かったな、あれジャンプであそこで死んでたから、何回も、よしやっとクリアした、これでまたセーブしてまた次の面行きましょう、これラストの、おそらくラストのクラッパの見張り小屋、ラストロストワールドのラストステージっぽいとこですね多分、これクレームコインなくなっちゃうんで、ただ今気になるのが 91% なんですよ、これでも多分ここにもボーナスステージあるのか、アニマルランド行きましょう、アニマルランド行ってどうな感じかね、オッケーオッケー、ここのステージのボーナスステージも出さないといけないんですかね多分、ちょっと待って、これでいいの、あこれでいいんだ、普通にいいんだこれで、オッケーオッケー、ちょい、いやーもったいない、これはもったいないぞ、
でも意外とそこまで難しくないかもしかして、でこう行ってこうで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 タイミングよく行くパターンですね。これでランビのステージ終わりか。ランビだけ次また別のキャラになるのかな、もしかして。あ違うか。ランビだけでこんなにいっぱいいろんなとこ行くんだ。てか今あったっけ、今 DK バレル ありましたか。あったね。オッケーオッケー。いやこれ厳しいな、こいつだけで行くパターンなんだ。こんな、あ新たなキャラに変わりますね。どんな感じか、まあお手並み拝見と。オッケーオッケー。やばい、もったいない。これ直進あれやりすぎんな。バカ最悪、これ適当に進む、がむしゃらに行くなって。これはもったいない。バカ最悪、マジか、落ちちゃう。いやー敵多すぎ、敵多すぎ、やばいって。これはやばいって、これは敵多すぎだって、さすがに。いやー怖え、マジ怖え。あれは敵多すぎだろマジで、どんだけいるんだよ敵。おしゃおしゃおしゃ、なんとかいったね。敵あんな、あれはやばいだろ、さすがに。さすがにそれはやばくね。さすが、おっしゃ、半分までいったね。半分までいきました。まあ結構雲はね、連動上がってますから、もう何回も難しいステージやって、それでもう相当多分ね身についてると思いますよ。オッケーオッケー。やばいよ、とはいえやばいよ。こいつ倒しとくか。いいよいいよ、こいつ相当、いやーミスった。連動上げてるとか言いときながら死ぬのはまあご愛嬌ということで、いきますよこれ。やばい、オッケーオッケー。でも他のキャラよりはまあ割と使えるんじゃないか。やばい、危ね。いいよ、これ常に出しながらいっとかないと。やばい怖っ、めっちゃ怖いね。これでやばいね、これ怖いぞ。いいよ、ここ多分バナナ追ってけばいいんだろうけど、危ねえ、危な。オッケーオッケー、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。これなんかあそこにバナナ1個あんの不自然にあったけど、怖いけどまあいいや。うわーすげえ、もう全ステージやるみたいな感じか。いやこれ背景すごいチカチカすんだよな、マジでマジでチカチカしますよねこれ。オッケーオッケー、オッケー、こうでしょ、いいよ。でこういって、いやー最悪、これはもったいない。バカだなーこれは。 DK バレルそこにあったのに。これは相当に連動上げたつもりなんですけどね、相当にやりましたからね。危ねー、なんとかスコークスのとこまで行って、スコークスも苦手なんだよなめっちゃ。やばいやばい、怖っ怖っ。そろそろ DK バレル欲しいよ、 DK バレルきつい。これ相当難しそうな面ですねここは。いやすごい重い、なんか、いやーマジか、クラウンかあれ、最悪これで死ぬっていうね。マジかよ、ここむずいなマジで、ほんとむずいな。ちょい厳しいかもしれないですね。やばいやばいよ、いやー無理、ここめっちゃむずいわ。やばい、こういって、あやばい、これに気を取られすぎてる。やばい、そろそろないと、いやー厳しい、いやーむずい。あーこれ交互になってくのか。いやー最悪、バカバカ最悪じゃん。いやあそこのスコークスむずすぎ、マジか、それはしんどい、マジかよ。先行っちゃえ、あーもう最悪、マジか、マジでむずい。いやー無理だここ、いやー待って、いやー無理、これマジでクソむずい、クソむずいわ。いやーバカ、いやー無理、いやー無理だこれマジで無理だ本当。どうやっていけばいいんだこれ、わかんねえ、発想がわかんない。押さないパターンでいってみるか、上下ボタンだけで。押さないでいってみましょう一回、押さないでいったらどうなんかな。いや押さないでいいのか、押さないでいいんだ、押さないでいいんだ。わかったわかった、なんとなくわかったぞ。いやわかったわかった、でもわかったわかった、いけるいける、このやり方だったらいけますね、この何も押さないでいくっていうこと、これでいけるいける。いやーバカだな、
いやー無理だ。オッケーオッケー。いやーやばい、もったいない。あぶね、これマジで超むずいでしょ。まだ先あんのこれ。ちょっと待って、むずい、これはむずい、マジで。マジでむずすぎ、これはやばいねー。いやー怖っ怖っ。いいよ、オッケー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 。いってるいってる、だんだん覚えてきた。いやーもったいない、それはもったいない。いやこれマジでめちゃめちゃむずいな。いやーむずい、これはちょっとむずすぎだぞ。いやー無理だこれ、マジでクソ鬼畜だな。ここで流されといて、いやーやばい、マジでやばい、これはやばいよ。おっしゃおっしゃ、いけんじゃね。やばい、ここはやばい、落ち着いていこう。いやーマジか。いやーもうそろそろでも終わりっぽい感じする。いやーダメだ、もう最悪、むずすぎるなマジで。ここマジでクソむずいわ。まだまだ先があんだぞ、だってあれマジか。いやー来い、いいよ、おっしゃ、いけるいけるいけるぞここ。おっしゃ、やばい、いった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 ぞ、初めていった、ようやくいった、ここここ慎重に行こう。おっしゃおっしゃ、いや初めていった、よっしゃ。ここででも DK バレルないときついぞ、ここもうきつい、行きたくない。てか一発目しかなかったのに行ったのはすごいけど。え待って待って、ここスーパージャンプで飛んでく、オッケー。どこだ、ここかな、いいよいいよ。いやーこれきついね、こうでしょ。こう、いやー一発で行きたいよこれ、なんとか。いけ、おっしゃ、いいぞいいぞ。行ったか行ったか、あぶね、おっしゃ、やっとクリアした、やっとやっとクリアしたよ、おっしゃ、しっやっとクリアした。もうめっちゃ時間かかった、ここだけで。お開いた、え待って待って待って、え新しい面、あキャプテンクルール、マジか再びキャプテンクルールか、マジかよえじゃあ、え待って待って、これでラスト面出たんだよね。オッケーオッケー、じゃあこれもうめっちゃ時間かかったけど、これでねロストワールドひとまずここで終わりにして、次ね、キャプテンクルール、再びキャプテンクルール、やっていきたいと思います。ではここで終了です。以上、Just